お帰りなさい、シドウさん。シドウくん、お帰り。ちょうどヨシノンたちが出かけるところでばったりなんて、これって運命？ちょうど待ち合わせしてるところだったんだよ。うんうんうん。どうやら我らの闇の会合に介入する招かれざる客がいるようだな。あの、シドウさんもよかったらどうですか？ほう、シドウ、お主もその一歩を踏み出すか。これより我らが出向くのは、退屈と倦怠を司る時の神を封印し、記憶の箱を覗く儀式、すなわちトゥルースオブトゥルース。トゥルースオブトゥルース？いや、かぐやちゃんが難しく言ってるだけで、多分映画のことだね。かぐやちゃんともゆずるちゃんとも仲良しだからね。これくらいお茶の子さいさいだよ。それでシドウくんはどうするの？来る？来ちゃう？さすがシドウくんってばノリをわかってるね。それじゃあ一緒にゴーゴーゴー。我が眷属ならば当然のことよ。しっかりとついてまいれ。シドウさんが一緒で嬉しいです。はい。濃密な邪気を感じる。うずく、うずくぞ。うるさいし、余計なお世話だし。はい。眼福であった。さすが闇の儀式よ。我をより高みへと導いてくれた。うん、すっごく面白かったよ。これは来た甲斐があったね。よしの、もう映画終わったよ。え？あ、すみません。はい。ほう、ではあそこにちょうど良いコーナーがあるぞ。
大なる我の知恵はいかなる悩みをもってしても回答へと導く力、アンサーロード。今回もその力ってちょっと置いてくな。獣僕どもよ、これを見て何も気づかんというのか。わからぬか、この水晶玉に秘められた大いなる魔の力を。これこそも本来主人公に宿るはずであった魔の要素そのものだ。この水晶が存在したからこそ、主人公は魔を一切持たない存在となり、魔王への最後の切り札となった。ん？ああ、確かに主人公は魔王の呪いを打ち破った最後の希望、運命の子と呼ばれていました。それはその水晶のおかげ？その通り。まあ知らぬのも無理はない。悪しきエンシェントゴッデスがそのよりしろとして作り上げた代替品、それは歴史の闇に葬られたエターナルダークマターの一つ。シドウは黙っておれ。だがこの水晶には大きな秘密がある。魔王の主人公を通してこの水晶に宿る。主人公を守るはずの水晶は魔王のもう一つの心臓となった。一つの心臓。しかしそれを乗り越えるための運命を神は用意していた。それは吉野の目の前にあるであろう。聖剣スターダストオーバーチア。そう、その剣に秘められているのは思いを貫く力。我らオーディエンスの絆の力を受け、インフィニットプリズムを生み出す。全ての魔を滅するラグナロクベルを戦場に響かせる。これはそれらのレプリカなのだ。ただの作り物ということはあるまい。すごいです。確かにすごいけど、かぐやちゃん、それ本当？本当に決まっておろう。なんで私が嘘つく必要があるわけ？嘘だに？ちょ、なんでよ。嘘じゃないって言ってるでしょ。そう、そんなことないし、指導の勘違いだし。私の思いで剣が光ってる？あー、いや、よしの？それ、そこの窓から夕日が差し込んできたせいじゃ。かぐやさんの言ってたこと、本当だったんですね。はん、もちろんだ。この我の力をもってすれば当然のことよ。なんだシドウよ。
には何のことやら。分かっているではないか。はあ、